はいどうも、ポチクレイです。ジャッジャ実況をやっていきたいと思います。というわけで、今回も続きからやっていきます。すいません。誰かいます？どちら様で？いかつい顔してんな。まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょう。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね、それに紹介ならご本人から直接していただかないと。ふっと起きた顔しちゃって、でもそうさせないっての。橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前この店を出た後殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ？警察じゃないでしょう。神室町の探偵だよ。矢上探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ。そんな前のこと覚えてねえよ。いや別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店テーブルに女の子がつきますよね。できたら橋木さんのとこについてたことを話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けてメンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら買えんな。クソ、こんなところで手間かけてる場合じゃねえのに。こうなると難しいな。よ、この店今女の子募集中なんだな。ああ、じゃあこの子なんてどうだ。誰紹介？まゆちゃん。へえ、まあそうだね、悪くはないね。悪くはない、この女の子で。ずいぶんハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外の個性や魅力が大事なわけ。どういうつもりだ、海藤さん。あんた真冬に怒られるぞ。橋木と翔野が何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃぼっちりじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。そんなの頼めるわけないだろ。じゃあこっちの子は？沙織ちゃん。沙織さん？無理だって。真冬でまあ悪くはないねだぞ。他にいねえだろ。誰これ？好みかい。タイプだった、単純に。この写真じゃ地味に見えるけど。いいね、磨けば光る。俺にはわかるよ。星野くんが前に言ってたんだよ。沙織さん、あれ実は相当いい女ですって。星野くん。マジかよ。あんた、ここの店長か？ああ、その女の子ぜひ。沙織ちゃんこそ断られそうだけどな。見てみたいから。で、よかったら文句なしで即採用するよ。任せとき。じゃあまたな。行くぞ、ダボ。たくも期待してるよ、あんたたち。大丈夫か、こんなことになっちゃって。沙織ちゃん、とりあえず沙織ちゃんどこ行くか。じゃあというわけで、沙織さんをキャバ嬢として送り込む。これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、だいたい沙織さんがオッケーするか。彼女だったら食いもんで釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ。なんかとびきりのやつで。和菓子だったらしょっちゅう差し入れしてる。今さらそれぐらいで釣れるか。だからこれまで差し入れたことがないくらいとびきりの上物にするんだよ。ん？それってどんなの？俺が知るかよ。スイーツ探しは人任せかい。任せた。だく言い出したのは海藤さんだろうが。とびきりの和菓子って言われてもな。これまでもそういうの選んで差し入れしてたつもりだし。真冬に聞く、沙織に聞く、つくもに聞く、綾部に聞く。つくもに久々に会いに行ってみるか。
例のあれで検索してもらえば手っ取り早いじゃないか。よし、あいつに連絡してみよう。久々だな、つくも。ちょっと探してるものがあるんだよ。ほう、今度は何をお探しで。和菓子には目がない超甘党の女子が絶対に食いつくようなとびっきりの一品。やがみしい古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られる女子はいるのですか。いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。そうなのですか。ならばいつも通りユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。お、来た。すげえな。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。矢上しよう、他のワードを追加して。なんだろう、他のワード。人気とか、沙織さんが飛びつきそうな和菓子、どんな言葉で探すべきか。抹茶あんこ沙織オープン。沙織はねえだろ。オープン？あんこ抹茶。うわー、わかんねえ。まあいいや、沙織で。おお、素晴らしい。一つに絞り込めましたぞ。ダメだ。マジか。やった。星野くんのツイートやんけ。矢上氏？あ、いや、残念ながらこれは外れだ。違うワードでやり直してみよう。ダメだ。オープン。いいですね。かなり数が減りましたぞ。なるほど、軽眼ですね。お菓子そのものではなく、お店の方に絞って検索してみたのですか。ああ、新規オープンしたばかりのお店を探すと。新規オープンしたばかりの店の和菓子なら、さすがに食べたことはないはずだからな。矢上氏ですな。ここからさらに絞り込むのは簡単ですぞ。ああ、カムロ町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ、京都で有名な老舗の竹光がカムロ町の七福通りで新規オープンですと。ビンゴ。そこか。オッケー。でも矢上氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった。サンキュー。つくもマジ有能だな。ま、返答を祈りますよ。ネカフェグラシマン、ありがとう。よし、この辺だな。あ、これか。竹光なんか絡まれてね。困るんだよね。京都の老舗だかなんだか知らねえが、この町で商売するにはルールを守ってもらわねえと。で、ですから。かわいそう。役所には届け出をしています。だからそういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさかみかじめを払えってことですか。みかじめ。さあ、何のことかわかんねえな。ただルールを守れって言ってんの。あ、ちょっとすいません、通してもらっていいですか。あ、なんだてめえ。兄ちゃん悪いな、今大事な話をしてんだ、後にしてくれ。限定の和菓子ってまだ。こんな壮大な BGM なのに限定の和菓子を探しに来たっていう。てめえ舐めてんのか。今こっちが話してる最中だっつんだよ。兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。あ？こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。まさか仇には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい、見せしめにこいつぶっ殺してこの町のルールを教えてやれ。めんどくせえな。これで限定品買えるかな。売ってなくてももうくれよ。なんだてめえは。今なら
警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行きな。くさ。ありがとうございました。あ、いやいや、大したことじゃないです。かっこいいな。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃって。あら、まあ、やっぱそうか。売り切れか。くそ、もっと早くから知ってればな。あ、いや、あります、ありますよ。お、え、一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがある。でかい。それならまだ残ってるはずです。ナイス。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑をおかけしたお詫びに差し上げますよ。いい人だ。あ、本当に？それじゃ遠慮なく。いい人や。ナイス、限定わらび餅ありがとう。それじゃ私はこれで。本当にありがとうございました。気をつけてね。これで沙織さんへの手土産は OK だ。源田法律事務所へ。よし。あれ、あ、源田先生いるじゃん。源田先生、もういいんですか？ああ、さっき元気ないな。あ、沙織さん、これ。矢神。あ、すいません、俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。うん、話がある。どうした？え、そこ座れ。なんかすげえ重い話感があるぞ。やだな、なんか聞きたくない。星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ、矢神。全部って？新谷の。あ、そっか、首突っ込むなって言われてたんだ。寄せつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野くんまで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りやしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでいるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。でもな、俺が間違ってた。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていくやつらはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他のやつに食い物にされたくなきゃ強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか、八神。お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。かっこいいな、源田先生。もう新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます、源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはね。もちろん気をつけます。で、
手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？キャバ嬢になれって話をここでするのか。惜しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。すげえ。そこをなんとか。そうだよな。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織くんが気に入ったんだろうな。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすればキャバ嬢に見えるって。年だってごまける。嫌です。一点張りだな。まいったな。やっぱり沙織さんにキャバ嬢やらせるっていうのは無理か。さっきのお菓子気に入ったろ。お菓子じゃ弱いだろう。嫌です。これはちょっと無理なんじゃねえか。ええー、まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。星野くん、一体沙織さんを何だと思ってんですか。いやでも沙織さん嫌がって。星野くん絶対沙織さん好きでしょ。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの、皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。そこまで言われちゃしょうがないですね。すごいな、火のつけ方が。やります、カムロ町のナンバーワン。星野くん、ナイスじゃん。そう来なくちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ。少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの。大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショウノとどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ参りましょう。やっぱりそう来なくちゃ。ま、よかったじゃないか。でもうまくいかなかったら後が怖いな。大丈夫、大丈夫以外考えられない。かっこいい。さあ、ということで沙織ちゃんのドレスを買いに行きましょう。いらっしゃいませ。ようこそルマルシェ。彼女のドレスを選びに来たんだ。クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな。もちろんございます。さすがだな。それではドレスをお選びください。おお、なんだこれ。ドレスを設定します。これ、あ、いろいろ変えれるんだ。沙織ちゃんを着せ替えできるって、やば。どれがいいかな。あー、これいいな。これちょっとやらしいっすね。なんかこういうロングスカートの方が確かに似合ってはいるが、圧倒的好みでこれにします。ネイルも選べんのか。あー、すげえ。こんな感じでどうでしょうか。もろもろつけるとこはつけて、つけないとこはつけないでというところなんですが、オッケー。どう、沙織さん、着替え終わった？待ってください、着慣れないもので。なんかデート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼なじみだったんだろう？ええ、中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。そうだったな。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り。中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。
もしかして沙織さんはそれで法律を。ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明で危なかったとか。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今真冬の上司で森田検事生です。え？森田検事生か。案外親父趣味だったんだな。矢上さん、私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。それで私、真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから矢上さんを呼んだんです。そういや最初はちょっと暗かったよな、真冬。ショックでした。真冬ちゃんと沙織さんのいろんな過去が明らかになりましたが、これなんだ、どうしようかな。これ今は沙織さんの方が好きだにしてみようかな。これ言ってみよう。いや、今は真冬より沙織さんの方が好きなんでね。は？は？何言ってるんですか、急に。矢上さん、たまにそういうとこありますよね。叱られちゃった。冗談だっての。まったくもう。着替え終わりました。ん？へえ、いいんじゃない？おお、いけてる。あ、そうだ。ちょっと写真撮らせて。え？勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、矢上さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かーいいなー。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？そうですね、同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。ちょうどそこから近いし腕も確かですから。分かった、ありがとうな。次は美容院か。沙織ちゃん確かに髪型次第でめっちゃ綺麗になりそうだけどね。近っ。これか。いらっしゃいませ。今日はどのようにいたしましょう？あ、これでこっち側を選べるようになるんだね。髪型、おお、なんか全然人が変わるな。うわー、どうしよう。え、全然人変わるね、髪型で。僕結構女性のウルフヘア好きなんですよね。ただの好みの話。ネタ的にはこういうところが面白いんだろうけど、マジで行くなら、あー、ミディ、ふわミディいいね。まあ、もしくはショート、バッサリショート。このドレスだったらショートでもいい気がすんな。まあ、それかこれか。これちょっと盛りすぎかな。いや、でも一気に印象変えるんだったらショート系だろうな。ちょ、ショート行ってみるか。ショートヘアで行きましょう。どうですか、だいぶだいぶギャルくしたけど、だいぶちょっと印象を思いっきり変えてギャルい沙織ちゃんになってもらったけど、まあまあいいんじゃないですか。あ、沙織ちゃん視点になるのか今度は。え、
ヒュヒュ。見ろよ、すげえいい女だってよ。うわ、すごく綺麗な人だな。ちょっと、何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめん、ごめんってば。いいな、このキムタクの背中を歩ける感じ、いいな。さあ、来ました、クイーンルージュ。もはやさっき紹介した時と全然人が違いすぎて本当にこの子って言われそうだけどね。いつもありがとうございます。お、あんたか。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう。そしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。いや、これは。おお。こちら、白崎沙織さん。採用ですって。すごいな、まったく。ぜひうちで働いてよ。白崎です、どうも。彼女まだちょっと緊張してて、喋りが硬いのは。実にクールだね。喋りもとってもいい。は？私、接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなります。まずは控室にね。さあ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、八神さん。はしきと正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる？